始めるよ卒業の日教室の片隅で君がくれたボタン今も変わらずお守りだよだけどいつも電話ばかりプラトニックで受話器越しのキスじゃ本当は物足りなくて絶対今度のサタデー神様とか予定入れずに置いてねあとはてるてる坊主に任せて天気予報が当たったら君の行きたい場所一つ一つ行こう二人で一緒にいるだけでほらどこに行ったってパラダイスまるで映画を見ているような季節が巡る